誰このハットの人は。伊達様なんてキザな男なの。伊達様に関してはあれです、もう日本の古くからの裏の社会の御曹司ですね。で、塩麹君に関してはあれだな、日本の超老舗メーカーの息子とかがいいかもしれない。その政治界とかにもちゃんと、幅が利くっていうところで、もうそれにしか見えなくなってきた。今回はですね、スノーマンさんたちからデンジャーホリック、こちらのザ・ミュージックデイ2023見ていきたいと思います。ということで収録ボタンをフォイということで、著作の関係があるので音はこちらに聞かせていただいてというところになりますのでご了承くださいませ。それでは行ってみたいと思います。レッツラーゴッツ。おー、なんかサマーな、おーイエー、おー、誰このハットの人は。伊達様なんてキザな男なの。わあ、オラオル君、なんていう髪が、なんていう、イタリアの、おー、伊達様。やば。いやー、岩本君。いいですねー。わあ、田辺君。おー、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 阿部君。うん。おー、なにこれ。公開期間が決まってるのね。9月までって書いてあるわ。おもおもおも。そうなの。なんなの?このちょっとキザな世界観と言いますか?サマータイムなんだけれども、やんちゃなお兄さんたちの感じがね、またいいというか、この最前列で、ギュンギュンに乗ってるハットのお兄さん。わお!イカチュー?すごい鮮やかに知恵を使って悪党のみからお金を巻き上げる詐欺師みたいな感じがありますよね。あくまでも悪いやつからお金を取って貧しい人たちにそれを還元していくみたいな、なんかそういうキャラのお兄さんたち。やば、どういうヘアスタイルと。ちょっとだからラウル君に関してはイタリアのマフィアのボスの息子いろんな、なんでしょう、要素があるというか。伊達様、おー、深澤くん。岩本くんに関しては、もう、中国の5本の指に入るスーパー IT 長者なんだけれども、実は格闘技とかめっちゃ強いボスって感じがする。渡辺くんなんだろうな。いや、なんかもうこれもう全部想像と妄想になってしまうんだけれども。警察官の内部にいるけれども、実はこっち側の人みたいなね。だからこれエンディングで警察官だった時の制服とかが全部バッてなって、実はこっちの人だったみたいなね。目黒くんはもうなんか支配人って感じですよね。このみんなが集まる秘密の会議とかをたまにするんですよね。で、その時の会議をする場所は、超 VIP のみが集まるクラブで、そこのオーナーをやっていて、裏の顔があって、オーナーだからみんなを集めて今日の指令はここだみたいなのをやってるみたいな。いいですね。なんかシェケナベイベーな感じっていうんですか、ノリ感とかもサマー感を出していくところですかね。こういうところ 1,2,3,4,5,6 左右のこのノリ感みたいなのが結構こう見えてくる、ブギウギなスタイルというか。塩麹くんに関しては色味の渋さみたいなところがあるじゃないですか。だからそうだな、伝統的な日本の名家にいる超太い日本国内の政治家たちを動かすことができる人だから実家に帰ると和装です佐久間くんはまあもうテクニックだったりとか指先の器用さみたいなものがあって、最新の IT 技術を持ってるというか、パソコンだったりとかハッキング機能を持ってるイケイケのハッカーイケイケのハッカー深澤くんね。いやー、これ意外となんですけども、深澤くんあえての本当に普通の会社員、あくまでも一般企業に勤めている普通のサラリーマンなんだけれども、この人たちを集めた張本人
安倍キュンに関してはもう元々テレビタレントというか芸能人でいわゆる国民的スターなんだけれども、裏で実はこういう一味に加わっているっていう、表の顔も持っているんだけど裏の顔もあって、でも裏の顔でも本人は楽しんでやってるので性格とかそういう見せ方に表裏がないっていう、だからこのメンバーの中でもしっかりとこうやって芸能人オーラを醸し出す人。伊達様に関してはあれです、もう日本の古くからの裏の社会の御曹司ですね。で、塩麹君に関してはあれだな、日本の超老舗メーカーの息子とかがいいかもしれない。その政治界とかにもちゃんと、幅が利くっていうところで、もうそれにしか見えなくなってきた。いやー、おもろーい、素晴らしい。なんかそれぐらい見ていて想像力がかきたてられるほどのエンターテインメント性っていうんですかね、なんか皆さんを見ていてこの人たちは一体何なんだろうかっていう風にちょっとこう思わせてくれるっていうか、もちろんスノーマンさんたちなんですけれども、こういう衣装と、まあ、こういう楽曲世界観があるとまるでそのオーシャンズイレブンかのように何かをこう成し遂げた一味が最後にその映画のエンディングで歌って踊ってエンドロールが最後出てくるみたいな感じかなっていうふうに思うところでございます。ということで、大変妄想話になってしまったというところでございますけども、皆さんも感想などぜひぜひ下の方のコメントなんかいただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと合ってないところがたくさんあるかもしれないんですけどもね、よろしくお願いします。ということで、現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。